皆さんこんばんは、 MK です。本日からスーパーマリオ 3D ワールドを実況していきたいと思います。2013年に Wii U で発売されたゲームソフトですね。それでは早速やっていきましょう。まずはファイルセレクト、123とありますが、まあここは1でいきましょうか。キャラクターを選んでください。マリオ、ルイージ、ピーチ、キノピオから選べるみたいですね。まあ最初のうちはマリオでいきましょうか。そう、このゲームはこの4人それぞれ特徴があるんですよ。その中からキャラクターを選んでプレイしていくという形なんですけど、まあ最初のうちはマリオでいいですよね。じゃあオープニングムービー見ていきたいと思います。花火が上がっているみたいですけど、ここはピーチ城の前なんでしょうか。4人仲良く歩いていますが、今日はお祭りの日なのかな。お祭りにしては4人以外に誰もいないような気もするんですが、他のみんなはどこに行ってしまったんでしょうか。なんだこれ、透明土管か、地面から出ているんですけど、おー、どうしたどうした。あ、縦に直すのね。斜めの状態だと入れないんだ。え、直したら中からキラキラが漏れてるんですけど、なんかいっぱい出てきたね。ハテナブロックとかベルとかファイアフラワーが出てきて、そして今度は妖精が出てきた。こんにちは、あなたは誰ですか。はじめましてなんですけど。何、焦ってるの。困っているみたいなんですが。あー、なるほど、仲間たちがクッパに閉じ込められちゃったと。なんで、なんでクッパはこの妖精を瓶に閉じ込める趣味になってしまったんでしょうか。クッパが出てきた。ちょっと、いつもはピーチを狙ってるじゃないですか、なんで今日は妖精なの。え、あー、またこいつも閉じ込められちゃった。こいつで最後だったのかな。あれ、私たちにも気づいたみたいなんですが、帰っていったよ。なんであのでかい図体がこのちっちゃい土管を通ってこれたんでしょうか。ピーチ、なんで落ちたの。ちょっと、まあまあどうせ行くんだけどさ。マリオとルイージとキノピオはまあ入ったって感じでしたけど、ピーチは完全に今落ちましたよね。どこまで続いてるんだこの透明土管は。え、なんかすごい未知の世界までつながっているみたいなんですが、とりあえず、あー、なるほどね、こうやって始まるんだ。ワールド1に到着しました。まずは一番最初のあのステージをプレイすればいいんですか。あそこか、あそこに閉じ込められているみたいですね。じゃあ早速助けてあげましょう。あ、こうやってワールドを移動していく形式なんですね。え、これも叩けるの。ここジャンプで、おー、叩ける、すごい。まあそれはいいとして、それじゃあ早速やっていきましょう。まずはワールド1の1、スーパーベル農家。なんか久しぶりに 3D マリオやるからちょっと緊張しているんですが、今回も完全クリア目指していくので、ぜひ最後までお付き合いください。まずはあのハテナブロック叩いてみましょうか。早速パワーアップアイテムが欲しい MK さんなんですが、ここから OK、 スーパーベル。そう、この猫マリオはスーパーマリオ 3D ワールドから登場した変身なんですよね。この上にはコインが1枚しかない、ここには何もないと。で、 3D ワールドも多分あの左上の星かな、収集要素があるので、それもちゃんと集めながら進んでいきたいと思います。待て、ちゃっちゃと進んじゃってますけど大丈夫ですか。収集アイテムを逃してそうな気もするんですが、ここは何も入ってないか。じゃあ透明度感通っていきましょう。あったぞ。待て待て待て、グリーンスター1枚目ゲットしました。今回はグリーンスターがステージ内に3つ隠れているみたいですね。うわ、ノーミスでいきたいけど無理なんだろうな。序盤だからまだ手に入るとは思うんですが、待って、これ上とかなんかあるんじゃないの。あった。そう、この猫マリオ最大の特徴はこうやって壁が登れるんですよ。なのでいろんな場所を登ってみた方がいいかもしれないですね。隠し要素も結構あると思うので、これ大丈夫なんだ、危ないな。はい、そしたらここバーっと行って、透明度感ってなんか怖いよね。現実世界にあったらかなりのアトラクションだと思うんですが、はい、そしたら中間ポイントありがとうございます。あ、なるほど、こっからいろいろ見ることができると。なんかあそこの崖の上にありそうですね。で、ゴールはあそこにあるので、とりあえずあそこに向かって進んでいきましょう。待てよ、ウサギがいた。君は、待って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 、ウサギに追いつけば何かもらえるんじゃないでしょうか。グリーンスターありがとう。とりあえず、2枚目ゲットしました。この土管は中に入ってみる価値はあると思うんですが、あれは何だろうか。あれ、グリーンスターじゃないですよね、これは。ハンコ？なんかハンコっぽいものがゲットできたんですけど、これもステージ内にあるってこと？うわ、結構難しいんじゃないか、収集要素。はい、そしたらここ上に登ってみましょうか。でかいウサギがいる。その前にちっちゃいウサギを捕まえて、あれ？じゃあでかいウサギか。待て、でかウサギ、オッケー、なんとか捕まえましたけど、あ、巨大キノコだ。待って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 、巨大キノコが落ちないうちにゲットしてしまいましょう。これはもう完全無敵。うわ、気持ちいいぞ。はい、ここダーッと進んでいきたいと思います。クリボーまで猫になっちゃってるんだ。あれ、これ下は、下になんかありそうじゃない。とりあえず下に行ってみるんですが、あるよね、オッケー。
とりあえず、グリーンスターは3つ揃いました。でハンコも1つゲットしているんですけど、ハンコって全部のステージに1つずつってことでよろしいですか？なんだこの草むらが揺れていたんですが、特になんもないと。ここは？あ、なんもないか。なんか木の上にグリーンスターが隠れていたりすることは基本的にないんでしょうか？ここは、あ、待て、このあの幅跳びで行きたいんですよ。幅跳びで行けば多分一番上のあの旗まで行けると思うんで、ちょっと待って、ちょっと待ってね。はい、ここは幅跳び。あ、嘘でしょ、 MK さん下手くそすぎないか？猫マリオで来れば上まで登れるんですけどね、猫マリオが巨大になったせいで失われてしまいました。嘘、言ってないよね今の。うわ、言ってないわ、マジか。せっかく幅跳びでやったのに微妙に届きませんでした。まあとりあえずこれで1の1はクリアですね。クリアスコアがなんか表示されていますが、ハンココレクション、なんだこれは。うわ、こうやって全部のステージからハンコを回収して、あの絵みたいなのも揃えないといけないんですね。わかりました。よし、とりあえず1の1はクリアしたので1の2やっていきたいと思います。お、セーブしていますの画面がドットマリオでちょっと可愛い感じだったんですが、やっぱり1の2といったら地下ステージですよね。ワールド1の2、ノコノコ地下洞窟。ちょっと難しそうですけど、頑張っていきますよ。ノコノコが初っ端からいましたけど、これは関係ない？一応こうやって甲羅も持てるんですが、特に何もないみたいなので、さっさと土管に入ってしまいましょう。ノコノコがすごい追いかけてきてたんですけどね。はい、そしたら透明土管を通って、待てよ、グリーンスターを逃さないようにしたいんだ。ここには何があるんですか？ファイヤーフラワーありがとう。これ待って、下になんかありそうじゃない？ここはヒップドロップで壊してみましょう。なんもないか？あ、なんもないのか。あ、あったあった、オッケーオッケーオッケー。ここは、あ、ノコノコの甲羅でどんどん壊していく形式だった。危なかった今の。はい、そしたら全部壊しまう。嘘でしょ？マジか。まあまあまあ、しょうがないですね。はい、そしたらここ下行きましょう。なんてこった、待って。これさ、アイテムをストックできるみたいなんで、さっき手に入れた猫マリオで進んでいきましょう。なんか逃してないよね。大丈夫だよね。ちょっと戻ってみる一応。なんかあるかもしれないんですけど、ないな。じゃあ進んでしまいましょう。この透明度感はなんだ？一応中に入ってみるんですが、出てくるだけ。危ね、今の。出てきた瞬間はクリボーに勝てるみたいですね。おっと、1アップキノコをゲット。これはありがたい。この辺にファイヤーフラワーがありそうなんですけど、ないのか。あ、連続だ。うわ、連続でコイン出すと散らばっちゃうのか、このゲームは。待って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 、ノコちゃんが危ないね。ノコちゃん、あ、あたたたた、オッケーオッケーオッケー。なんとか倒しましたけど、こういう上には何もないか。まあ基本的に猫マリオがないようなステージでは、猫、おーっとと、あった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 、グリーンスター1枚目ゲットしました。ハンコとかもう逃してないよね。大丈夫だよね。これは上なんかあったりしない？雲で上に行ってみるんですが、なんもないか。じゃあ、おーっと、あったぞ、あったぞ上に。待てよ、これは、え、なんか逃してそうじゃない？ちょっと待った、ちょっと待った、これ上来てもいいけど逃しちゃうわ多分、こっち来てると。だからグリーンスターとかを確実にゲットするために下を通っていきましょう。はい、ここを通って火があるんですけど、なんかここにブロックもありますね。このブロックを叩いていきましょう。ファイヤーだけど、待てよ、これさ絶対猫の方がいいわ。ファイヤーは一旦ストックしておいて、猫マリオで進んでいきたいと思います。これは上っぽくないか？あのハテナブロックに入れば何か起こるんでしょうか？あー、そういうこと。待て待て待て、落ち着け落ち着け、ここは落ち着けば倒せるはずだ。オッケー、とりあえず倒してグリーンスター2枚目ゲットしました。これで残り1枚とハンコか。ハンコどこだ？待てよ、ちょっとハンコ逃しそうで怖いな。進んじゃうよ。はい、ここパーッと進んでコインがあった。待って、これこっち側行きたい。オッケーオッケーオッケー。コインをゲットして進んでいきましょう。コインを100枚取れば1アップできると思うんですが、上になんかあるな。この上には何があるんでしょうか。まあ、猫マリオなんでこうやって壁登っちゃった方が早いか。はい、じゃあここ壁登って進んでいきましょう。はい、ここジャンプして、何これ入るの？透明土管に入ったらコインたくさんと。 OK、 ハンコをゲットしました。これで残りはグリーンスターが1つ。グリーンスターどこにありますか？あ、スターだ。待って待って待って、このスターで無敵状態でグリーンスターあったぞ。オッケー、ここのグリーンスターもゲットしてちゃっちゃと進んでいきましょう。ここは、あー、戻るだけか。もったいない、スターの時間がもったいないのでさっさと進んでいきたいんですが、まあもうゴールですよね多分ね。ですよね。こういう木は一応上に登ってみましょう。コインが1枚。裏ゴールとかはないのかな。うーわー、クリボーがいっぱい出てきた。え、何あれ、風、これヒップドロップ、あ、なるほど、このほらダッシュしてる風でこのチビクリボー飛ばせるんだ。そんなことある？あー、待って待って待って、ノコちゃんが危ない。ノコちゃんに気をつけていきたいんですが、猫マリオだから上まで登れる。さっきみたいにあの幅跳びでやるとまたリスキーなんで、
ちょっと猫マリオがあるときは確実に猫マリオで登って一番上取っていきたいと思います。なんか今旗が金色になってましたよね。もしかして全部のステージ金色にしないといけないとかそういうのがあるんでしょうか。ハンコはコインでした。なんかダサいね。コインはちょっといらなかったんですが、はい、そしたらグリーンスター3つで、ほら絶対そうだよこれ。待て、おお、なんかいる、ブルがいる。金色で全部ゴールしないといけないっぽいな。これ 100% にするためには結構大変じゃないかそれは。よーし、じゃあ早速ブルのところを向かっていきましょう。猫マリオだったらそんなに難しくないと思うんですけどね。はい、ワールド1の A 当選簿ブル。こいつを倒せばまたステージ進めるようになると思いますが、弱くないか。待て待て待て、猫マリオが強すぎた。オッケー、終わり。うっそ、え、終わりか。猫マリオが強すぎましたね。ちょっと拍子抜けというか、なんかまあまだワールド1だからね。多分今後ね、もっともっと難しい敵が出てくると思うので、その時は頑張っていきましょう。そしたら待てよ、上のあのキノコハウスみたいなのも気になるんですが、キノコハウスもとりあえず行ってみましょうか。あれはアイテムが手に入るだけかな、ちょっとわかんないんで、とりあえず行ってみたいと思います。こんにちは、キノピオさんいますか。青キノピオは操作キャラクターなんですが、キノピオの家にようこそ。どちらか好きな箱をあげます。きっと何かの役に立つから待てよ。ちっちゃい箱とでかい箱か。いやなんかね、昔話的には小さい箱行った方がいいんでしょうけど、私は大きい箱を取りたい。キノコか。これ外れ、当たりだったのか外れだったのかいまいちわかりませんが、とりあえずキノコをゲットしました。なんか待って、裏側にありそうじゃない。今コインがちらっと見えたんですが、ちょっと裏側に行ってみましょう。こういうなんか隠しステージとかあったりするのかな、ちょっとその辺も分かっていないんですが。よーし、じゃあ次のステージやっていきましょう。ワールド1の3てっぺん目指せのっぽ山。てっぺん目指せってことは登っていくタイプのステージなんでしょうか。猫マリオが活躍できそうですね。頑張っていきましょう。まずは木に登ると、おっと上まで見れますね。結構高いな。そして下側にはハンコがありましたね。あれは確実にゲットしていきたい。待てよ、猫マリオの操作にまだ少し慣れていないんですが、はい、そしたらここ登ってパックンフラワーを倒していきたい。 OK。 そしたらパワーブロックを叩いてベルか。まあファイヤーフラワーよりはベルの方がいいかな。一応持っておきましょう。ここに透明ブロックがありました。中には何が入っているんでしょうか。1アップキノコ、もう8機もあるんですけど、こんないらない気がするな。まあでも落ちる可能性ありますからね、このゲームは。アップネイマの、はい、そしておっと、そこに土管がありましたよ。これは入っていきましょう。グリーンスターが一つ欲しいところなんですが、待て、これ押せば何か起こるんだろう、わかんないけど押しましょう。はい、ここ押して、あーそういうことか。待って待って待て、結構急ぎ目に行かないと間に合わないんじゃないか。はい、こういったら次はどうせ、待って待って待て、落ち着け落ち着け、やばい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 、大丈夫か、間に合うか。はい、そしたら最後最後最後、お願い間に合って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 、 OK。 猫マリオじゃなかったら最後のやつきつかったですね。よーし、なんとかグリ、え、2つ目、うっそ、1つ逃したぞ。待ってくれ待ってくれ、ちょっと戻ろうか。さすがにこんな序盤で取り逃すことは許されないぞ。なんだ、さっきの、あ、待って、さっきの木じゃないか。もう片方の木の上登ったらもしかしてグリーンスターがある。こんな序盤にあると思わないじゃん。この上にあった、わかりにくい今のは。まあとりあえずこれで2つゲットできました。でハンコもゲットしたんで、残りはグリーンスター1つだけですね。そんなに長いステージではないのか、登るのが大変なだけみたいですね。はい、そしたらこういって、あいつら怖いな。この猫クリボーはね、この猫マリオみたいに飛びつきができるんでちょっと怖いんですが、とベルが出てきたけど、それはあんまり意味ないかな。はい、でこの上はコインしか出てこない。一応こういう道中はしっかりやっていきたいと思います。なんだこれ、裏側とかにあるパターンじゃないよね、さすがに。おっと、ここに雲がありましたが、こういう上はなんだ、揺れてるけど、え、なんだなんだなんだ、これはくるくる回す。はい、くるくる回せばこの上が登れるようになって、上には、え、怖い怖い怖い、何、とりあえず入ってみよう。はい、中に入ったら透明度感が出てきて上に打ち上げられる。なになに、あ、スターを取って、あ、ダッシュね、オッケー理解した。はい、ここはダッシュしていきましょう。でこう来て、待って、グリーンスターあるんじゃないか最後に。はい、ここダッシュしていけるぞいけるぞ。時間もプラスゲットして、最後グリーンスターゲット。いいですね、てか BGM いいな、この空中ステージ。はい、そしたら待てよ、反対側が気になる。なんかありそうじゃないか、この反対側、大丈夫。ここ入った、あ、嘘でしょ。一応パーッと登ってみますが、なんもないね。オッケーオッケー、じゃあ進んでいきましょう。グリーンスターも3つ手に入っているので、これ以上何もないとは思うんですが、
まあ裏ゴールとかあるかもしんないよね。落ち着け落ち着け。はい、こいつは踏んづけてそんな強くないっていうね。まさかの2発でやられてしまったんですが、はい、びっくりブロックに入って終わり。なんか終わりっぽくない？あ、終わりだな。一応最後この辺も登ってみたいなと思っているんですが、登ると何かありますか？何もなさそうだね。上に行ってキノコ。キノコは今ゲットしてもポイントにしかなりませんからね。よーし、じゃあここまで来て最後は猫マリオで上に行きましょう。素晴らしい。いやーいいね。なんか面白いねこのゲーム。久しぶりに 3D マリオやったらさ、やっぱり面白いわ。当たり前なんだけど、最後にやったのギャラクシー2ですよね。確か実況でやったのは。そう、過去にスーパーマリオギャラクシー、スーパーマリオギャラクシー2、スーパーマリオサンシャインか、実況でやってるんで、ぜひそちらもご覧ください。再生リスト、下の方に貼っておきます。よーし、じゃあ今回はこれくらいにしておきますか。じゃあ次回は上のステージ、なんだあれは、恐竜がいるみたいですけど、ジャングル的なステージなんでしょうか。じゃあ次回はあそこから攻略していきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。